本日はですね、委員会を開催いたしまして、行政監視に基づく事業の見直しに関する決議ということで、前回一致をもってこの議決されましたので、まあ、県政史上初のですね、行政監視に関する決議というものを我々は出したわけでございます。そしてその内容につきましては4つの事業それぞれについて我々のこの委員会における議論、それから各政党に持ち帰って政党間のですね、いろいろな手続きを経た上でこれは委員会としての議決を行ったというのは極めて重いものだとこのように思っております。そして今後はですね、6ヶ月後に再びこの報告を求めることになっておりますから、我々の提案が行政にどう反映され、そして国政がですね改善されていくかということを今後も引き続きこれは監視をし、そして提言を行っていくと、まあ、こういうふうに思っております。それでまずこの行政監視委員会におけるその決議と勧告というものはどういうものであるかということを私たちは議論をいたしました。結局今までに前例がないことでありまして、また定義というようなものもありません。流れもはっきりとしたものが確認されておりませんでしたので、お手元にある2枚の紙を作りましてですね、これは私たちの理事会の中で協議をさせていただきました。まずこの委員会における行政監視というものがあって、それは決議や勧告の必要性の検討を行った上で案文を作成すると、そしてそれは理事会における協議と党内の各党の調整を経て討議決定を経た上でですね、この委員会で決めるということでございまして、委員会決議というのは衆議院の委員会の先例の中で定められております。そして決議したものは関係大臣に参考送付をすると、そして衆議院議長に結果を報告する、そしてその大臣からに渡したものをですね、行政活動に反映され、その後に委員会の報告を求めるという流れと、もう一つは勧告というのはこれは衆議院規則の92条15号の9で定められております。この我々の行政監視委員会のこの設置に基づくですね、この国会法の設置に基づく中での衆議院規則の中で勧告というのが定められており、それはこの衆議院議長に報告するとともに、この内閣の全般的な問題に関して総理大臣、また官房長官、そしてそれぞれの所管大臣にこの直接渡す、まあ、こういうことにさせていただいております。でその後の行政活動に反映し、その委員会への報告を求めると、これは同じでございます。それでもう一枚の方のですね、この、流れの中でそもそも決議というのはどういうものとするかということを議論いたしました。委員会の決議は政府に対して行政の見直しや検討などを求めるものであって、委員会の要望等に沿った対応を取るように政府に促すものであると、これを決議としたわけでございます。そして勧告はこの政府に対して予算の反映や立法措置などの改善の実施を求めるものであり、委員会としての意思を政府に申し渡すものだと、このように分けてみました。そして運用といたしまして、まずは行政監視においては重大性、緊急性、具体性の観点から決議勧告の必要性を吟味して、原則的には決議をもって政府にまず対応を求めると、この対応状況を報告させた後に再度行政監視を行って、さらに改善措置を要すると判断された場合には勧告を行うんだということでございます。決議勧告は委員会がフォローアップを行うことを基本とお伝えしておりますが、そもそも行政監視委員会で議論されること自体が法律に基づく重い行為でございます。そしてその中で議論の結果を文にまとめて決議することもこれ極めて重い手続きであると、そしてその上でこの見直しや検討を求めた上で、それをですね、経過を 見ながら行政監視を、普段の監視を行って、その上でこれはもういよいよ立法措置や予算措置、制度のですね、この
もうそもそもの実施を求めるという場合にですね、勧告としようということで、我々とすれば、この勧告が一番重いものでございますが、その前に至る決議そのものが非常に重いものだという位置づけでですね、進めていこうということでございます。でなお、これは決議にせよ勧告にせよ、手続き上は事務的な送付をするだけで足りるものでありますが、これは内容の重要性に鑑みまして、我々委員会としては決議がまた勧告が決定しましたならば、それは直接衆議院議長に面会の上報告する、それから直接大臣に面会をしてこの決議の内容をですね、我々は伝えるとということを必ずやろうということにいたしました。で、今回のこの決議がですね、私たちによって初めて行うことができました。これが今後のですね、議会の先例となって、本来の立法府の役割である行政を監視をして国民の声を代弁してですね、政府に実行を迫る、この権能をさらに発揮していけるように頑張っていきたいと思いますし、委員長として一言付け加えさせていただくならば、何よりも与党野党の枠組みを超えてですね、各理事の皆さんや、そして小委員の皆さん、また委員会のメンバーそのものもですね、本当に皆さんが同じ思いで、この積極的に議論ができたと、政局や立場にこだわることなくですね、極めて政策を深めるという議論ができたということは、私たちの誇りとするところだと思っております。また今日はそのためにですね、ご活躍いただいた理事の方々、それからこの小委員の中でテーマごとに活動された、そういった方々もお立ち会いいただいて、私たちでご報告させたと、そういう次第でございます。私から以上です。何か質問がありましたらどうぞ。ありがとうございます。NHK の申します。今日の決議を受けまして、各省それから政府は6ヶ月以内をめどに、改善をしていくわけなんですけども、その各省に対して求めること、またその政府に対して求めることを改めてお願いしたいです。この革新的ハイパーフォーマンスコンピューティングインフラ、これはスパコンの経緯につきましてはですね、ここに決議の中にもございますが、どうしてこのようになったのかという経緯をしっかりやはり説明する必要があると、最終的にこういう形になったということをですね、より国民に説明をすべきであるということが議論に出ました。そして今後のですね、スパコンの開発にはこのどういう方法がいいのかということをさらに見直すべきであると、そしてこの費用を精査することによってコストの縮減を図らなければいけないと、これは大きなテーマとして出したと思います。それからスパコンのこの経営の開発そのものには我々は評価しているわけでございます。そしてその予算についてはすでにも予算措置がなされておりますから、経営の完成までの予算についてはですね、これはもう承認をしているわけでございます。しかし今後の年間の運用費用につきましては、そのランニングコストにつきましてはむしろ従前よりも膨らんでしまっていると、こういうことがございます。ですから見直しをするとともに、この対価を得られるようなですね、この無料で重要な国家的要望に基づいて無償で使わせるものと、それから民生利用な図られるような予測がされるもので、対価を得られるものについてはそういった料金も考えてもいいじゃないかと、そしてその中から全体としての運用経費の圧縮というのを必要だと、こういうことも申し上げました。またこのスパコンの経営を活用できる人たちがどういう人たちが活用できるのかと、そこに透明性と公平性と公開性を持たせようと、こういう議論があったということで、いずれも一つ一つですね、役所に求めていきたいというふうに思います。それから医療費のレセプト審査事務につきましては、これはこれまでもね、何度も仕分け等も含めてですね、この指摘がなされておりましたが、なかなか進んでおりません。ですから、この審査の効率化と医療費の削減のためには、この統合によるこの長期的なコストの削減効果というものを
追求すべきであるということが今回の議論で出たわけです。しかし一方で保険者たる市町村のとですね、この運営の仕方が違いますので、この国連合会とこの市町村にこの混乱を招かないような配慮も必要だということも出ました。それで特にこのレセプトの審査につきましては、現地を視察しようではないかと、これ1回で終わらせることなくですね、この査定率のいいところと良くないところだとか、それから一体現場でどんな事業が行われているのか、そういったことも直接見ようじゃないかということで、今後この行政監視委員会また小委員会でですね、この現地視察というものも計画したいと、このように思っております。それから公務員宿舎の建設維持管理に必要な経費につきましては、これは朝霞の宿舎についてはこれはもう建設を中止そして廃止すべきであるという明確な方針を出させていただきました。財務省の方もいろんな検討が進めておりますが、いずれにいたしましても真に必要な宿舎、それから今逆に必要でありながら水準が低くなっている、そういった宿舎の見直しというのも必要だと思いますが、全体としてはやはり新規の建設を抑えて予算 この削減を目指しつつですね、この有効活用をしていけるようにということで、これもかなりはっきりとした方向性を出したのではないかというふうに思っております。それから、原子力関連予算の独法及び公益法人の支出につきましては、これはそもそも原子力の予算そして原子力の政策がどのようにしていくべきなのか、今政府においても検討中というところでございまして、この大幅な見直しと、私どもとしては委員の中からはですね、総組み替えも検討すべきではないかということが大きなテーマとして出ました。それはこの高速増殖炉また核燃料サイクルの関連予算、これをこのままでいいのかという大きな問題提起がなされたわけでございまして、加えて渋谷アクシデントの対策であるとか、それからこの使用済みの核燃料のこの処理についてのまだ対応が不十分であると、こういう日本の原子力政策全般についてのですね、今大きな転換点に来ている中で、我々とすれば思い切った見直しや再検証をすべきであると、こういうことを打ち出しましたし、また原子力安全保安院が改編されて、その所管が変わるわけでございますが、一方でこの関連の法人の編成というのは全く変わらないという中で、もう一度ですね、関連のこの独法や公益法人等の見直しがこれ絶対に必要だということで、今後それは引き続きですね、この行政監視をしていかなければならないよということと、このように思っています。これまで その政府の事業仕分けを見てますと、各省の抵抗も大きくてですね、その後の予算編成等であまり反映されないということもあったんですけれども、各省やその政府に対してはどういった姿勢を求められますでしょうか。私たちは法律に基づいて立法府の意思として政府に改善のこの要求をしているわけでございます。そしてそれがどのように行政に反映され予算に反映されたか、それを再度6ヶ月後に再検証するわけですし、その後も含めて行政監視がずっと続いていくわけです。ですから一過性に終わることなくですね、これは地道にそして覚悟を持って取り組んでいくと、立法府が意思をこのように示したというのは極めて重いことであって、それは最終的なその権限予算の編成をしたり制度を作るのは行政の役目でございますが、我々は立法府の権能をですね、最大限に生かしていかなくてはいけないという意味においては、極めてこの今回のこの決議というのは重いものになっていると思いますし、この他と比較する必要はないわけで、本来これが国会の役割であるということであります。もうすでに私たちの小委員会で議論がなされたことで大きな影響が出ておりますし、一部にはこの委員会の議論後に行政側がですね、もう判断を早めて結論を出したという部分もあるわけでございますので、ぜひそういう有効性のある審査を引き続きやっていきたいというふうに思います。
ちょっと補足いいですか。あのこの決議案、決議文を見ていただくとですね、前文の2段落目の政府はと始まるところですが、まあ、この結論を重く受け止め、来年度以降の予算編成及び執行に十分に反映させるなど速やかに対応するように求めると。でさらに、まあ、今回これらの反映状況について6ヶ月以内に報告するように求めるとした上で、さらにですね、政府の今回の議論を通じて資料の作成の仕方だとか資料の提出だとか、まあ、ここには書いてありますけど試算の仕方だとかも含めて十分ではないと、これも改善をしなさい。そしてさらに今後も各テーマとその関連する政策について行政監視を行っていくということは、マスコミ的に言うと国会場に事業仕上げずっとやっていったら政権が変わるか何しようかあんたたち逃げられませんよということをここで書いている。でさらにそのもし不十分な場合はですね、まあ、勧告自体が目的にはなりませんが決議をして6ヶ月以内に判断を報告を求めて、さらにその次に進むというのも留保をしているわけですから、まあ、そういった意味で政府は重く受け止めて対応していただくということになると思います。一点だけ補足ですが、まあ、これ一番大事な委員長がお話したことに、基本的に内容はつきますが、その中で加えて一番大事なことはこれを継続して決算委員会をやっているんだということをですね、今回この中にも明示しているわけですね。つまり政府も事業仕分けされました。それは政府の事業仕分け、それはやるべきことをやっておりますが、今回は事業仕分けの内容も変わって政策提言型と変わっておりますし、しかし我々決算委員会は常にどこかで、まあ、国会自体の利権の件というかですね、国会の中で客観的にあって、そしてある種のその各省庁別の委員会ならではのですね、できてしまうようなしがらみとか等々から離れたところにあってですね、我々がこれをまさに、客観的に継続しているという意思表示もしているということが、政府が今回申し渡した結果どうなるのかということは、とにかく継続は力ないということを明示したことが実は大きいんじゃないかと、私たちは委員長を含め木村筆頭を含め議論してきた結論だと思っています。はい、どうぞ。でも勧告と決議の流れを見ていますと、ただやっぱり決議と勧告の違いなんですけれども、はい、これでいくと勧告は、まあ、設定した期限内に報告をし、でそれがダメならまた行政監視に戻るというタイプになっていて、勧告に、でも結局今おっしゃってる話というのは、はい、決議をして、でそれも6ヶ月以内に報告を求めてダメならまた行政監視ということなので、近いんではないかという気がするんですけれども、で、本文の紙を見ると若干言葉が、決議は促す、でも勧告は申し渡すなので、その辺の違いしかないように思うんですが、はい、もうちょっと分かりやすく、結局期限は6ヶ月に設定したのならば、ほとんど同じに見えるんですけど、その違いは何ですか？仕組みは同じです。そして私たちはこの運用でですね、決議であろうと勧告であろうと必ずフォローアップをして、そして期間を設けて再度それを報告しつつ行政監視を行ってきますよということはもう決議であろうが勧告であろうがやろうということにしたんですね。ですから同じです、同じです。でしかしそれはこの衆議院の先例においてこの決めて委員会として決めたものを関係大臣に参考送付をするというものと、それから法律に基づいて委員会が勧告をして直接関係大臣にこの申し入れをするというのは法律上は若干の差があるわけですよね。ですから中身は同じようなことをやるんですが、まずは最初には決議をで促して、そして行政が自主的に我々の議論を踏まえた上で本来やるべきことなわけで、そのために議会委員会というのはあるわけなんですが、ですからまずは促すと、そしてその改善のですね、経過を見ながら行政が我々の要望に応じないんであればより強い、この手続きを持って、この実行を申し渡すと、こういうような2段階にしようということなんです。であってならないのは勧告が重くて決議が軽いというふうに
なることを良くないというふうに思ってるんです。そもそも決議することがとても重いことなわけなので、政府においては行政側ではですね、例えば勧告の前に勧告の方向性というものを出して、そして、実質的に各省庁が改善することを促すというようなこともね、やっぱり留保を与えてるわけですよ、ね、ですから、仕組みとしてはどっちにしたって同じ目的なんですけども、手続き上の多少の差を設けてると、こういうことです。今の留保というところが、やはり関係省庁に、実質的にまだこれから議論をして検討をするための留保を与えたという感じですよね。それと先ほど皆さんがおっしゃっている、その今後もこの行政監視というのを、パフォーマンスに終わらせず検索したものをしていきたいというのを受け止めています。そうです。でそれはもうさらに言えばですね、例えばその十数人の委員会の議論がその1回のみでですね、何かを決定してしまうということにはなかなかならないわけです。我々がこれだけの厳しい声を出した結果、行政がそれを実際に反映させる、改善させようと思えば、行政側でいろんなですね、議論が始まります。その専門の会合も開かれるだろうし、手続きもやるだろうし、それからそもそもの所管の各委員会においても同じような議論があると思います。ですから国策を決めていくんですから、そういうですね、深みのある重みのあるもので、きちっと議論をさせて、その上で、さらにですね、その実施を迫るという仕組みをすることが私は本来のね、国会の役割ではないかなというふうに思っております。委員長、どうぞ。一点、今の委員長のお話の通りなんですが、我々委員長中心に理事会のですね、協議の中でも私申し上げたんですが、当然決議も重たいです。で勧告権も重たいし、ただ法的根拠がここにもう一枚の紙の方に明示されているように違うと、決議は先例でございますし、勧告は衆議院の規則ということで、法的根拠より明確な勧告になっているわけでございます。しかしながら、この勧告権の発動については、重きを置いてやろうと。ですから両方かなり重たい政府に対する意思表示であるものの、勧告権の発動そのものについては慎重に重きを置いてやらなければいけないという議論が理事会でなされたわけです。つまり勧告権の発動を、乱発をしてしまうということはですね、かえって勧告権の意義を低下させしめるのか。ですから決議を出して政府の自発的な改善対応を見て、その報告を受けて問題があるならば再度行政監視をして、それでも改善が見られないということであれば勧告権を発動させる、こういう整理がいいんではないかという議論を踏まえて、今委員長のご説明だったような形だった。ただ、もともと今回の仕分けをやめる前に聞いてた話でいくと、政府の事業仕分けには法的根拠はないけれども、こちらの仕分けにはもう最悪勧告までできるんだから、とても強い権限があるという触れ込みで受け取っていたにもかかわらず、終わってみるとあれなんか決議、それはだから、それはまさにその法的強いね、法的根拠が控えているという中での参考総府の決議であって、行政刷新会議の決議はどこまで行っても法的根拠ないわけです。こっちは最後あるわけでしょ。だからそれは全然違うんです、意味が。はい、どうぞ。それにですね、国政府とその我々立法府がやってます。国会は国権の最高機関ですよ。国権の最高機関が行政府に対して、これは見直しなさいと、国権の最高機関がこれについては改善しなさいと、予算を縮減しなさいと、直接法的な衆議院規則を認められることも含めて、そこで発言することを今までゼロだったんですよ。今までやったことがないんですよ。それを国権の最高機関として立法府であると同時に、我々は行政監視という機能を併せ持った立法府だということを初めて機能させたということ、そしてこれを継続することが、その勧告が決議をするしないということは結果としてあるけれども、これを継続して機能としてきちんとして常に監視を続けることが、国権の最高機関が常に行政府に対して正していきなさいという姿勢を示し続けるということが、発表の前と今では全く変わっていない、とても大事なことだと
ということに分かっていただきたいと思います。大体ね、もっとシンプルに言うと、あの政府の仕分けの場合は与党の方しか参加してないわけですよ。でここは与野党含めて国会議員がみんな参加をして議論するということがそもそもからして違いますね。そして法律に基づいたあの決議や勧告以前に私たちの委員会自体が法律で基づいて設置されて、その中でこのような行政監視をしなさいという権能を与えられ、さらには衆議院議長から必要な調査を行いなさいとまで言われているわけで、それに基づいて出した方向性というのがこれが軽いわけがないわけ、ありえないの。ただそれを分かった。ただその場でね、その場でスパッと決めたか決められるのかというと、それはそんな乱暴なことで決めるものではなくって、あのお互いに行政もと立法と信頼に基づいて、あのしっかりと仕事をしつつ方向性が違うよ、またあの改善した方がいいよということでやっていくわけなので、間違ってるからあの何か悪事を見つけてパッと切りますとか、そういうものではないということだと思いますよ。それとも今回与党側も野党側もじゃあこういうこの決議の勧告ではなくて決議ということに最初割と早い段階からつなぎ一致できていたんですか。それは理事会の議論の中で、あのどういう形にするかというときに、先ほど富山先生からのお話もありましたが、あのこれは勧告というのは極めて重いものであると、しかし決議も重いものであると、ですからあのきちんと決議をしてまずは促した上でこの結果を見ようと、でしかも半年後ってすぐですからね、ですからそういう中で我々これをサイクルさせていかなきゃいけないわけですね。なのであのまあこれは決議で行こうじゃないかというのは理事の全員の合意となったところです。じゃあ補足いいですか。あの要は我々が議論して得た結論をどうやって政府にしっかりやらせるかという観点から言って2段階で行った方がいいだろうということなんですよ。要は政府に言うことを聞かせる、で勧告なんて大変なことだよと、で名前全部残ってますからね、事業シートには誰が書いて誰が責任者でっていうのも事業仕上げシートには全部載ってるわけですから、ですから政府に言うことを聞いてもらうための方策としてこの2段階が最も効果的だということに理事会でなってこういう形になったということです。運用上では2段階ですけれども、あの場合によっては最初から勧告されるケースも、うん、あると思います。もちろんありますよ、それは。うん、そうです、そうです、それはあのことの中身によりますよね。ですからそこは極めて柔軟にやっていこうと思いますが、いずれにしてもじゃあどういう時が決議でどういう時が勧告とするのかが何一つその指針となるものがなかったわけなので、これは理事会の合意事項であって議決事項ではありませんが、この2枚の紙がですね、あの私たちの総意であり、これを議会の先例としてですね、あの今後も同じような運営がなされていかないと、委員会のメンバーはいずれ変わるわけですから、変わっても ある同じような基準で、この審査がです、ね、進んでいくようにと、こういうことで、決めたと。こういうことです。一応そろそろ時間、せっかくあの、うん、どなたかまだ発言したい方がいらっしゃいましたらどうぞ。そうです。あのこれはですね、閉中も含めて今後あの理事会でいろんな議論をしていきたいと思います。あの現地の視察も必要に応じてやろうと思いますし、やはりあの審査が本格化できるのは来年度の予算審査が終わった後になりますので、それまでの間にですね、しっかりとした準備をして、そしてあの1年間どのようにこの行政監視を動かしていくか、これもあのこれからみんなでですね、あの形を作っていきたいとこういうふうに思っています。いやもうですから決算審査が7月以降始まるわけですから、決算審査と行政監視審査は、まあ、交互にですね、また同時並行で進めていくと、ですから4月5月6月このあたりに集中的に行ったものが概算要求の中に反映され、そして、予算要求に反映されていくと、まあ、これがあの決算のそもそもの審査の流れですし、行政監視も同じようなことになるということです。言ってないわけですか。あの事業仕分けというふうにご指摘なされて、あ、言葉付けになってらっしゃるんで、まあ、これまでの報道でも国会版事業仕分けとなってますので、まあ、それが国民に一番今回の本質を伝えやすいという意味では正しいんですけども、委員長が常々おっしゃっていて、みんなここで同意していることはですね、我々は決算行政の監視だと、その監視をする中での見直しだと
ということで、あの事業仕分けというと、ある種その蓮舫大臣を含めた人たちがですね、やったことの固有名詞にニュアンスが感じますし、それぞれの立場でやっていることでありますので、そこのところはあのうまく、それこそ仕分けして、行動してたりそう、だからここの中には仕分けで一つも書いてないし、私たちは行政監視というその活動をこれからも続けていきますと、そこはそういうことであの統一してですね、ぜひそれを国民の皆さんにもあの周知させていきたいと、こういうふうに思ってます。今回の件はもうもちろんその不十分だったら勧告っていうのに、なるもちろんそうです。それ報告受けた、はい、あとこれからの 議長とか関係大臣っていうのはどういう、はい、ですね、今日は、事務方の、はい、あのこれからあの1時半に衆議院議長、政府議長の部屋に行きます。そして2時から安住財務大臣、2時半から枝野経済産業大臣、そして、4時から文部科学大臣のところへ、いずれも各省の大臣室でお伺いして我々の話を伝えてまいります。はい、じゃあお願いいたします。